ですね、すいません、中田さん、後ろに何て書いてありますか？あなたが気づけばマナーが変わるということで、はい、表は何て書いてありますか？広えば街が好きになる、綺麗にもなる。はい、ということでですね、本日皆様、この会場ですね、楽しんでいただくためにも、ゴミのですね、皆様積極的なお持ち帰りをお願いしたいということでですね、本日ご協力お願いしますので、ぜひ皆様ご協力をお願いいたします。というところで始まってまいりましたが、本日ですね、本当に天気がいいんですが、風がものすごく強くてですね、私も、いろんな車、もう皆様も行くと車をたくさん見に行ってらっしゃるんですが、本日車161台そうで、でバイクが10台ということです。見えました、中田さん。で、本日この車なんですが、県外からなんと一番遠いところ山口県から参加いただいております。で、これが一番またですね、一番今回ね、この161台の車の中で一番古いのが何年だと思います？松田昭和の車ですからね。はい、本日ご参加いただいているこれ、基準がありまして、昭和63年以前の車。自社庫で買えた。そう、バイクですね。3台や。っていうところで、何台ですか？後で買う。後で戻す。あ、ね、いいでしょ。昭和41年ということで、バイクが参加いただいておりますが、高校2年ですね。今日は41年だから橋が渡り、年でございます。東京、東京、東京。多分私も初めて
あ、ベータもないんだ。いいな。こういう風にかぶって会場で売ってるんですね。ここにタンクがあるって普通。丸いシートでした。はいはいはい、あれがないんだ。いいな。いや、これ面白い。これはかっこいい。わざと塗装したのか。でしょ。自転車バイクを欲しいんだけど、エンジンが手に入らない。エンジンが？エンジン。ペダルがついてエンジンがある。昔の人でしょ。いやいや、ここは今でも。今でもあるんですか？結構2、3マスですよね。あの、中国製かなんかね。どうするんだろう。シートとハンドルが一緒に。あ、ほら前の。あ、そっかそっか、ほら。子供用か。子供用でしょ。こんなこと考えるの。すごいな。Thank you.
そうですね。
人もプラグ一着かかずっても大変だけど、この辺が全部あるじゃないか。車検が来るからそのままもうそこの中で何十年って入れてるから来ないね。バスケビルの方がチェックだと思ってない。ガノ売り上がってあれ。うちに6000円くれてきたの。